ココス茨城沢らげ店ココスともべ店株式会社ココスジャパンは東京都港区に本社を置く1978年設立のファミリーレストランチェーン日本国内でファミリーレストランココスを展開している全商グループの完全子会社ココスをブランドとして展開しているファミリーレストランもともとココスはアメリカのファーウェストサービスインクが有している チェーンレストラン事業のブランドネームであった。日本では、茨城県の食品スーパー霞のフード、外食部門を手掛けていた、株式会社ロビンフットが、ファーウェストサービスインク社からのライセンシーの下で、提携先のコンセプトに基づくカリフォルニアスタイルのレストランとして、1980年に1号店をオープンしたものである。霞グループ時代は、関東各地で、 多数の店舗を展開していた。当初のココスは完全なアメリカンスタイルの食事を提供するレストランであったが、徐々にメニューが変更され、ハンバーグなどを中心とする日本型、ファミリーレストランへと転換していった。2000年、霞の事業再編、スーパー事業への特化により、すき家などを運営する全商グループにココスを含む系列のレストランと共に売却された。 全商の参加となったことに伴い、本社を東京都港区に移転。霞は2003年にイオングループ入りするが、営業上とはそれ以前のことであるため、イオンとの資本上のつながりは過去を含めてもない。全商のグループに入ったことで、ココスは全商のファミリーレストラン事業の中核として位置づけられた。全商による M&A もあって、急速に規模を拡大。 2002年にファミリーレストラン、カーサの郊外型店舗120店を西洋フードシステムズから買収、うち105店をココスに転換。それまで手薄だった神奈川県や東海地区、関西地区の店舗も得ることになった。全商のスタイルを参考にし、少人数で効率よく、マース、早くて親切のスタイルが確立され、常に、 人件費を削減しつつ急速に売り上げを伸ばしていった。2006年に北海道にも進出し、2007年には同じ伝承グループのサンデーさんの運営するファミリーレストランサンデーさんの内関西、中国、九州の52店舗をココスに転換し、中国地方、九州地方への出店を開始。旧サンデーさん店舗は、 ココスジャパンの完全子会社の株式会社 CS が運営していたが2009年9月30日に株式会社 CS を合併し現在は直営店舗となっているこのほか、北陸全域関西の一部及び岐阜県の地区では平和堂の子会社である株式会社ファイブスターが四国地区をサニーマートの子会社である株式会社サニーフーズが いずれもココスジャパンからのフランチャイズ方式で運営しているファイブスター運営の店舗はココスジャパンのサイトの店舗紹介でファイブスター運営であることが明記されている。また、ファイブスター運営店舗は共通ポイントを取り扱っていない。かつては、静岡地区においては1980年代後半、ヤオハンの事業多角化の一環としてヤオハンココスの名称で、 フランチャイズ進出したほか、中国地区においては1990年代に、泉が子会社、広島ココスにより、フランチャイズで展開した後、1993年に、一旦撤退。その後、サンデーさんから営業譲渡を受けた店舗の改装オープンにより、ココス店舗が復活している。なお、広島ココスは1993年に、サンデーさんと合併し、当時からの店舗は、 複雑な経緯をたどっている。2017年9月12日に、鹿児島県へ初出店したことにより、全都道府県への出店を達成。一部店舗では、朝食バイキング、朝食メニューを実施している。全商グループ再編に伴い、2019年9月1日付で、日本レストランホールディングスの連結市会社となり、2020年2月20日付で、 株式交換により同社の完全子会社となった。以下の3社はココスジャパンが出資する持分法適用関連会社だったが2008年4月にいずれも全商へ株式を譲渡している。終了番組を含めすべてテレビ朝日系列。かつては店舗が展開されていない地域でも差し替えなしで CM が放送されていた。ココスに関するカテゴリー エルトリートに関するカテゴリー、ありがとうございます。